1 1はテクノによって開発されたフォーミュラワンカー。1973年イギリスグランプリ及びオランダグランプリのフリー走行に出走したが決勝には使用されなかった。テクノは1962年にルチアーノ、ジャンフランコのペデルザー2兄弟が設立したレーシングチームで1972年に酒造メーカーのマルティーニエロッシがメインスポンサーとなり マルティーニレーシングチームとして F1 にエントリーした。チームは自社開発のテクノ PA123 でナンニギャリとデレック・ベルを起用し、第5戦のベルギーグランプリから参戦を始めたが、予選落ちにリタイアの連続で、この年は一度も完走できず、ポイントも獲得できなかった。1973年はドライバーにクリス・エーモンを起用し、 前年の PA123 を改良した PA123 バイトで参戦、第5戦のベルギーグランプリで6位入賞し、ポイントを得たが、一方で、前年の成績に不満を持ったマルティーニの移行により、マネージャーのデビッド・ヨークが、密かに別のマシンの設計を、ゴードン・ファウエルに依頼、ジョン・トンプソンが率いる TC プロトタイプにより、E731 が製作された。 E731 は1973年、イギリスグランプリ及びオランダグランプリのフリー走行で使用されたものの、決勝では PA123 バイトが使用された。ありがとうございます。